デニスは優秀な建築家です。現在彼が設計したユニークな高層ビルの建設工事が始まっています。上司はデニスにライバル社のスペシャリストのグループを案内して回るように指示しました。でも一つの条件が。それは写真撮影の許可を与えないということ。デニスは指示された通りに案内し、そのグループが帰ろうとした時に警備員に一人の男を捕まえるよう指示しました。デニスは男が見学中に写真を撮っていたと言っています。でも一体なぜわかったのでしょう。男は傘を持っていて、いろんなものに向けながらいろいろと質問をしていたのです。でも空には雲一つなかったので、傘は必要ありませんよね。そう、傘にカメラが隠されていたということ。ある日ネイさんは美術館で働いていた友達のザカリーのところへ行き、これを見てくれよ、1000年以上前に書かれた貴重な文書なんだと言って、その文書を見せました。でもザカリーがそれを見て、ネイさんが騙されていたことに気づいたのです。この文書の中でおかしいものは何でしょう。紀元前の日付を語るときには数字の順序が逆にならなければなりませんよね。オリジナルの文書にはアルフレッド王5世は紀元前1320年から1290年まで国を統治していたと書かれていなければならなかったはず。アーロン・ジョーンズ刑事のところに夜遅くに電話がかかってきました。それは隣人で、隣の家から大きな音が聞こえたので心配なんですけど、一人では見に行きたくないので一緒に来てもらえませんかと言っています。そしてアーロンと隣人がその場に到着すると、玄関のドアが開いていたのです。家の中に入ると、寝室の床に家の持ち主のアンダーソン氏が縛られていて、痛みでうめき声を上げています。何やら彼がベッドに入って本を読んでいたら、黒いマスクをした男が部屋に押し入ってきたと言っています。そして頭を殴られ、縛られた後お金と貴重品を全て盗まれてしまったというのです。でもジョーンズ刑事は彼の言うことを信じませんでした。一体なぜでしょう。このベッドの上にはシワが一つもありませんよね。泥棒がアンダーソン氏を縛った後にベッドをセットしていった可能性はほとんどないので、アンダーソン氏は嘘をついていることになります。この3人の女性の中で彼の妻が誰だかわかりますか。紫色のドレスの女性、彼女とバイカーは両方とも同じ結婚指輪をしていますからね。ジョアンは論理的思考力と分析力をテストする実験に参加しました。そして次のレベルに進むためにはクイズを解決しなければなりませんでした。彼女はこの小さな部屋に閉じ込められていますが、紙に書かれたクイズを解決すればドアが自動的に開くようになっています。このシーケンスはどんな原則に基づいていると思いますか。8549176320。番号を8、5、4、9のように英単語にした際にアルファベット順になるように並べられていますね。ジョアンはなんとか部屋から出ることに成功。次のタスクへと進みました。今回は画面上にある全ての青い点を3本の線でつながなければなりません。一体どうすればいいのでしょう。三角形を描けばいいんですよ。そうすれば3つの辺に全ての点が含まれますよね。次のレベルはかなり危険。ジョアンはゆっくりと水かさが増えていく部屋に閉じ込められています。ここにある等式を解決すれば水が止まるようになっているようです。さてどうする。ジョアンはこのストレスの多い状況下でもなんとかパズルを解くことができました。
まず数字をローマ数字に置き換えたのです。そうすると xxix-1 イコール xxx となりますね。そして29xxix から1i を引くことにより30xxx を得たというわけ。うわー、この問題はかなり複雑でしたね。そしてジョアンは最終テストを受けなければなりません。この中で他のとは違った図形を見つけなければなりません。あなたには答えがわかりますか？答えは最初の図形。他に比べてユニークな特徴が全くありませんからね。2つ目の図形はただ一つ丸く、3つ目は外側に赤い線が引かれていません。そして4つ目の図形は他とは色が異なり、5つ目は他よりも小さいのです。街中を2台の車が走っています。出発時間は2台とも同じ。緑色の車は時速 50km で走っていて、黄色の車はそれよりさらに速く時速 80km で走っています。でもある時点で緑色の車が黄色の車を通り過ぎました。一体どういうことでしょう？2台の車は反対方向に進んでいたからですよ。このティーンエイジャーと後ろにいる2人の女性をよく見てください。本物の先生はどっちだと思いますか？答えは鏡に映っている姿に隠されているんですよ。2人の女性は両方とも指示棒を持っていますが、鏡の中に映っているのは片方だけなので、彼女が本物だということになります。この2人の男はジョウロに川の水を入れようとしていますが、水を多く持って来られるのはどっちだと思いますか？年配の男性のジョウロの注ぎ口は若い男性のジョウロの注ぎ口よりも低い位置にあるので、それ以上の高さまで水を入れることはできません。ですので若い男性の方が水を多く持って来られるということになります。エブリンは珍しいレストランに入ろうと試みています。ですが中に入るにはパスワードを知らなければなりません。彼女はそれを知るために建物の角に隠れることにしました。すると男性が警備員のところへやってきたのです。警備員が12と言うと男性は6と答え、入場を許されました。次は若い女性が警備員のところへ行き、彼が6と言うと3と答えました。エブリンはパターンを理解したと思い警備員のところへ行くことに。警備員が4と言ったので2と答えましたが、中には入れてもらえませんでした。一体なぜ？パスワードは警備員が言った単語の文字数だったのです。12という単語は6文字なので6ということになります。エブリンは4と答えるべきだったのです。ある地域で最も豪華な海のリゾートの支配人が警察に通報。非常に高価なイニシャル入りのベッドリネンのセットが盗まれてしまったという報告をしました。彼女は今朝ホテルをチェックアウトした宿泊客はサム・テイラーさん、アマンダ・マーティンさん、そしてマイケル・スミスさんの3人だけですと言っています。すると警察はその1人を逮捕し、スーツケースの中にベッドリネンが隠されているのを発見。刑事はどのように犯人を突き止めたのでしょう？ご覧の通りホテルの名前はモーニングスターなので、ベッドリネンのイニシャルは MS だったということになります。同じイニシャルを持つのはマイケル・スミスだけですよね。ハンナは友達のエブリン・マークス刑事に電話し、できるだけ早く駆けつけるように頼みました。ハンナが犬の散歩をしている間に何者かが家に侵入し、ラップトップを盗んでいったんだそうです。でもハンナは犯人が隣人のジェレミーだと確信しているようでした。エブリンは彼に話を聞きに行きましたが、家にいなかったので車の中で彼を待つことに。
まもなくジェレミーが玄関のドアを開けるのが見えました。すると彼は、早朝に釣りに行ってて今帰ってきたばかりだって分かりませんか？と言ったのです。ですがエブリンはジェレミーを信じず警察署へ連行していきました。一体なぜでしょう？早朝から雨が降っていたのに彼のスニーカーが真っ白だったからです。もし釣りに行っていたのなら靴がかなり汚れているはずですよね。ジェイコブ・ロビンソン刑事は山で休暇を過ごしていました。するとある朝、滞在していたホテルのオーナーの大金が盗まれてしまったことを知ったのです。ジェイコブは彼を助けることにし、ホテルの宿泊客全員に話を聞くことに。エマは、気分が悪くなったので一晩中ずっと自分の部屋で過ごしていましたと語っています。ルイスは、夜中の2時に到着したのですぐに寝たと言っています。そしてサイモンは、この村に住んでいる友達に会いに行っていて1時間前に戻ったばかりですと言っています。ロビンソン刑事はすぐに犯人を突き止めました。あなたにも分かりましたか？犯人はサイモン。ホテル周辺の雪を見れば、雪に全く足跡がないことが分かりますよね。サイモンが村から足跡を残さずに戻ることはできませんよね。ウィリアムソン夫人は娘のマヤに、試験勉強を済ませるまで彼氏のルークに会ってはいけないと言い聞かせました。そして買い物に出かけた後、帰ってくる途中にルークが歩いているのを見かけたのです。ウィリアムソン夫人が家に戻ると、すぐにマヤが彼氏に会っていたことに気づきました。一体なぜわかったのでしょう？夫人が家を出た時、台所のテーブルの上の花瓶には5本のバラがありましたが、帰宅すると4本しかなかったからです。それにルークがバラを持っていたのを見かけましたよね。私立探偵のショーンは大きなホテルのロビーで依頼人を待っていました。依頼人がかなり遅れていたので、ホテルの宿泊客を観察して楽しむことに。すると受付にいる男が目につきました。男はスーツケースを4つ持っていましたが、ポーターが荷物を運ぶのを手伝おうとすると拒否。男は自分の部屋に行き、5分後に大きなスーツケースを持って再び現れました。そして30分後、スーツケースを持たずに戻り、自分の部屋へ向かったのです。そしてフロントへ行き、スーツケースが盗まれてしまったと叫び出したのです。何か変だったので、ショーンは自己紹介をし、ホテルの経営者と一緒に男の部屋へ向かうことに。するとすぐにこの男が詐欺師であることに気づいたのです。この男は一体何をやらかしたのでしょう？彼のスーツケースはどれも前のものより小さかったのです。つまり、一番大きなスーツケースに全てを詰め込んだということ。そして誰かが彼のものを盗んだふりをしたのです。テイラー刑事は凶悪犯を追跡中でしたが、犯人は病院に入り込んでしまいました。病院内には何百もの病室がありますが、幸いなことに雨が降っていたので、床には犯人の足跡が残っていたのです。足跡をたどり、小さな部屋に入ると、そこには全身が包帯だらけの患者が3人いました。でも、この中の1人は偽物。一体誰だと思いますか？真ん中の男です。彼のベッドの横にカルテがありませんよね。